先生こんにちはカイロの本当のところの古です本日も「趣味オンラインメルマガ」動画メルマガの方をご覧いただき誠にありがとうございますさて本日のテーマですけどもラーメン屋さんの口コミから治療院の方針を考えるというテーマでお送りしたいと思います 先日ですね、私の出張で東京の方に行ってたんですけども、その時にですね、ホテルのテレビで見たラーメン屋さんの口コミのお話なんですけども、あるテレビ局、チャンネルでですね、ラーメンの口コミのお話をしてたんですね、ラーメン屋さんの。で、まあ、それどういうふうなお話かというと、 ラーメン屋さんで、その国評、まあいわゆるすごいもうひどい書き込みですよね。えー、まあ、例えばですね、えー、実際にあったのが、スープと麺が合わないとか、えー、二度と行きませんとか、えー、持って、まあ店主の愛想が悪いとか、あ まあ、とにかくですね非常に「あインスタントラーメンの方がうまい」とかっていう口コミも、えー、ありましたね。えー、でそういう口コミが書かれているお店にですねテレビ局がアプローチして。 えー、実際に食べに行くという企画ですねそういうむちゃくちゃな企画をやってたんですけども、えー、実際にですね、えー、テレビ局のです、ね、スタッフさんが、まあ、カメラマンさんと、えー、その酷評されてるラーメン屋さんに行ったんですねで、えー、そ,その場にいるお客さんに、えー、インタビューしたんですでどういう答えが返ってきたと思われますか これね意外な答えが返ってきたんですそのネットの方では非常にその酷評されているそのラーメン屋さんなんですけどもえ来ているお客さんに聞くと「私は好きですけどね」とか「私は月に数回来ています」とか「スープがたまらなく癖になります」とかそういうふうなお話を えー、まあその場にいるお客さんがしているんですね。でもネットの方ではインスタントラーメンの方が美味しいとか、えー、スープと麺が合っていないとか、そういうそういうコクがあるわけです。で、えー、そのことをですね、えー、店主さんに伝えたんですね。そうすると店主さんはこういうふうにおっしゃられたんです。えー、好きで、えー、食べに来てくれているお客さんがいるもんですから。 えー、私はこれでいいと思っていますということですよね。まあつまりですね、えー、お客さんその前で酷評しているお客さんに迎合せずに、えー、来ているお客さんを大切にして、えー、まあいわゆるラーメンを作っているということなんですね。で、えー、ここでですね、同じことが治療院にも言えると私は思うんです。 まあ、これをね見てくださっている先生方はもう私が今言っていることっていうのは当たり前だと思うんですけどもこれですね違うこのラーメン屋さんのお話ですね口コミのお話から考えるととてもね参考になるお話だと思うんです。ですからこのラーメン屋さんのようにですね私は治療家はですねやはりいわゆるファンになってくれる方。 まあ、例えば一人のクライアントさんのことを考えてその方に合う治療法ですねそこは迎合せずに自分自身の尖った部分とか自分自身のこだわりの部分ですねそういうのを実際にしっかり伝えていくとそれが重要ですそして逆にですねやはりそれに合わない方がいらっしゃいます だから先を考えるとですねそういう合わない方用に断る技術ですねそしてもし間違ってきてもまあ台本的にといったらちょっとおかしいんですけども断るセリフであったりとかしっかり先に先回りして考えておくのも一つの手かなと思うんです。例えばですね えー、まあ,あの私が知っている先生で、えー、上川名先生皆さんご存知だと思うんですけども仙台の上川名先生がやられているのは、えー、もう単純です私の治治療院はあ治ししまませんと宣言しておりますこれってとてもすごい勇気がいることなんですけども、えー、とても逆に言えば患者さんを例えば逆に他力本願ですごく頼ってこられる方を まあいわゆるまあお断りしている状態ですよねそれを文章でしっかり伝えているということなんですこれはいわゆるそのさっきのラーメン屋さんのおな話と同じにするのはちょっと、えー、気が引けるんですけれどもつまりはお客さんをしっかり選んでいるということなんですねそして言語をしないということですそうすることによって、えー、しっかりお客さんを選んで自分の心をしっかり持ちながら、えー、自分が心地よい施術をしていくと ということですねですからこのラーメン屋さんの口コミはですね、えー、極端に言えば、えー、そういうふうなあ口コミが出てくるかもしれません。だけども逆にこの体側で、えー、逆側の場所で、えー、しっかり常連さんのハートを捕まえている。 つまりももうここしかないというふうな場所を作り上げているということですねこれからの治療院はですねやはりこういう部分っていうのをしっかり持っていくことが大事かなと思いますすべての患者さんを相手にしないすべての症状を相手にしないということがこれから重要になってくるというふうにラーメン屋さんの口コミをのテレビを見て思いました はい今回のテーマはいかがでしたでしょうかまたですね先生の中でこのラーメン屋さんの例のようにですねしっかり治療院経営の考え方ですね方針を考えていただいて治療院を運営していっていただけたらと思いますはい、えー、今日の「メルマガ動画メルマガの方はいかがでしたでしょうか また次回もですね、えー、動画メルマガの方をお送りしたいと思います。ありがとうございました。